はい、皆さんこんにちは。こんにちは。エヘリッチョホームのミナです。今回カメラマンに小林さん。はい、小林です。アシスタントにジュグン君をお迎えしてお送りしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。30坪 LDK 平屋のお家になってます。 L 字の形ですかね。おー、夕日が綺麗ですね。グレーで雨どいやサッシ、はい、枠の色ですね、黒で統一していただきます。黒い扉を開けて中の方をご紹介していきたいと思います。はい、オープン。はい、オープン。はい、行きましてこちらが玄関になります。はい、今回広めに立っておりますね。はい、こんな感じです。奥に収納が続いている形になります。はい、こんな感じで収納たっぷりですね。そうですね、棚がたくさん入ってるので何でも置けそうですね。はい、じゃあ気になる内容の方をご紹介していきますね。よろしくお願いします。お願いします。入る前に、はい、ちょっと私気になるこちらのポイントですね。お、かわいい。これかわいくないですか。かわいいですね。初めて見た感じ。そうですね、うん、今回はグリーンのリビングドアになりますね。はい、こだわりのグリーンの扉を開けていきますね。はい、よろしくお願いします。オープン。オープン。入りません。こちら、ズドーン。ドーン。こんな感じです、はい。広々キッチンまで入れて、リビングダイニングキッチン21畳になります。おお。あ、感じですね。すごい広く見えますね、でも。とっても広く感じます。はい。何より、今回の勾配天井ですね。こちらですね。はい。はい、リビングの部分、すべて勾配天井になってまして、はい。抜け感ですね。はい。最高です。黒の今回塗装した木を入れてるので、はい、またいい感じにアクセントになってますね。この針の色がいい感じですね。はい、すごいかっこいいです。かっこよく仕上がりました。はい、で今回床ですね、標準のパインの木材に、はい、ライトシルバーの色を塗っております。かっこいいですね。かっこいいですね。グリーンと黒とシルバー、おお、テーマカラーですね。はい、全部雰囲気揃えていただいてますね。そうすると、はい、なかなかない感じのくすんだ色で、すごい素敵ですね。そうですね、はい、気になるダイニングの方も紹介していきますね。はい、お願いします。こちらがダイニングスペースになります。はい、4畳半ぐらいの広さになってますね、はい。リビングとつながって天井、はい、今回変えてます。お、何これ、かわいい。これはですね、木のセメント板というよく工場とかで使われるような材料になってます。木の繊維をモルタルで固めたようなものなんですけども、はい、これでさらに武骨感が増してますね。かっこいいですね、これ。こんな感じで黒とめっちゃ相性抜群です。はい、お持ち込みいただきました、こちらの照明。これ可愛いですよね。美濃さんの顔がすごい光ってます。すごい素敵な照明を入れていただきました、はい、こんな感じでお家の雰囲気とぴったり合ってますね。すごいかっこいい照明を入れていただきましたね、はい、先ほどの針と同じにちょっと武骨な、はい、ちょっと工業系の感じで、はい、お家のイメージにぴったりです。最高です。最高です。今度行きますね。はい、この奥、じゃじゃーん、かっこいい。オープンなタイプのキッチンになってますね。そうですね、壁がないですね。はい、はい、今回は前壁、はい、こちらですね、モルタルで仕上げております。そして天板がテニス、はい、ですね、おー、こんな感じです、はい、バイブレーション仕上げの天板になってます。かっこいいですね。かっこいい。そして手作りのキッチンになってるんですけども、はい、現在床材と同じお色で仕上げています。お、これもライトシルバーってことですね。はい、はい、で食洗機は引き出しも設定してます、はい、奥ですね、はい、気になりますよね。これは気になってましたね。よく見ていただくと、はい、黒のレンガになってます。おー、あ、これ黒のレンガなんですね。黒のエンジンフードと黒の IH で、おー、めっちゃかっこよく仕上がりました。確かにシルバーのステンレスとも全部相性がバッチリですね。そしてこちら、はい、こちらも面台、そして天板もきちんと揃えております。おー、なかなかこちらもステンレスで揃えていただいてるんですね。統一感がありますね。かっこいいですね。そしてキッチンのとこだけ床材変えております。はい、
こちらですね。はい。に強い B タイル。はい。グレーの感じが。はい。統一感を出していただいてます。はい。奥が。はい。こちらが。はい。目の子を拭くところになってるんですけども、リビングやダイニングから見えないところに入れられるようになってます。いいですね。生活感を、はい、隠す感じで。はい。そして反対側がハンドリースペース。はい。こちらのお部屋。気になりますよね。気になります。はい。実は。はい。なん。いいですか。お、お、ついた。まさかの。なんと。先ほどの玄関につながっております。おお。めっちゃ家事動線いいですね。買い物から帰ってきて、ここに置ける。おお。素晴らしい。スッてしまって。まあ。スッてしまいますね。いいですねこれ。最高です。最高ですね。お客様玄関とこう家事動線が考えられた玄関ですね。はい。はい。ダイニングの横のこちらのお部屋ですね。はい。ドアも可愛いですね。このドアも可愛いですね。そしてこちらがランドリールーム兼脱衣室になっております。2畳の大きさになってますね、はい、ここも生地と同じように床材、水に強いものにしております。フロアタイルですね、はいはい、今回は収納ができるようにしっかり棚の方をお作りさせていただきました。いいですね、タオルとかたくさん。脱衣室って意外と収納必要ですよね。そうなんですよね。なかなかこうサイズ感に合ったものを探すのと大変なの で、ね、こうやってお作りすることもできます。はい、ここ注目です。こちらがお子さんの手型になってます。かわいい。めっちゃかわいい。めっちゃかわいい。塗り壁体験をご要望によっては行うことができるので、その時に記念になるようにとこうやって手形を残される方もたくさんいらっしゃいます。いいですね、思い出ですね、一生の。いいですよね、可愛いですね。はい、はい、ありがとうございます。でこちらがお風呂になりますね。はい。で今回扉タイプになってまして、はい、今ちょっと試運転してるんですけども、はい、一つごサイズになってますね。お風呂の壁もグレーで揃えていただいております、はい、そして、はい、こちら出まして、はい、これを紹介したいんですけども、この下の空間がとても重要なので、はい、後ほどご紹介します。はい、楽しみですね。はい、でこの奥に各お部屋がございます。はい、まず入って、はい、こちら、はい、こちらがファミリークローゼットになってますね。おお、はい、大きさ3畳の広さになってます。はい、今ちょっとパイプがついてないんですけども、お湯をこうかけられる2段になっていたり、間には畳んだお洋服をしまえるようにお作りしています。これが両サイズですね。いいですね。はい。出まして、はい、どんどん奥行っちゃいます、ね、はい、お願いします。正面のお部屋ですね。はい、こちらの6畳のお部屋になってますね。はい、目線が気にならない高さで、横長のアクタイプの窓を入れております。はい、風通しが最高ですね。確かにいいですね、こういう風な窓の取り入れ方も。はい、はい、今ちょっと照明がついてなくてちょっと暗めなんですけど、はい、はい、お気に入りの照明が入る予定になってます。そうですね、はい、じゃあ次行きますね。はい、さっきのお部屋出まして、はい、こちらのお部屋ですね。はい、はい、このお部屋が4畳半プラス収納で計6畳のお部屋になっております。お子さんのお部屋ですね。そうですね、机なども今回お作りしてます。ちょっと見づらいですけどこんな感じです。こちらの部屋出まして、正面ですね、はい、こちら手作りの洗面台です。かわいい、かわいい、パチパチパチ。もうここもグレープラスホワイトで作っていただいてますね、はい、かわいいですね。このシンプルな色合いがめっちゃ素敵ですよね。めちゃめちゃ素敵です。こだわりの配慮からいただいてますね。はい、素敵なタイルですね。で共有の小型の病院用シップに、はい、50のレトロ水性がついてます、はい、めちゃめちゃ可愛いです。可愛いですね。でこの後お持ち込みの鏡が入る予定になってます。はい、これも標準のニッチですごい素敵ですね、今回も。はい、はい、可愛く仕上がりました。はい、じゃあ奥もご紹介していきますね。はい、お願いします。でこちらの部屋になります。はい、オープン。こちらのお部屋も6畳のお部屋になっています。はい、背の高い窓
ードと、はい、もう一つ窓があります。はい、ちょっとぐるっと回っちゃいますね。はい、ここにも大きめの窓を入れさせていただきました。はい、こちら側が開くタイプなんですけども、ここのお部屋がちょうど L 字の出てる部分になりますね。なので大きめの窓をガツンと入れさせていただいてます。お庭に面した部分ですね。いいですね、朝日がちょうどいい東面に向いてるので、はい、お庭に向いているので目線もある程度気にならないようになってます。確かに素晴らしいですね。はい、一応お部屋の紹介が以上になるんですけども、はい、実は扉見てください。はい、レコードアがついてます。お、こちらですね。はい、今回のお家が猫ちゃんと暮らすお家になってまして、レコードアがついてるのと、はい、あとは周りも先ほどちょっと後で紹介しますねといった部屋ですね。はい、ちょっと行ってみましょう。はい、こちらです。はい、どこですか。ここ見てください。お、こんなところに。かわいすぎる。かわいい。かわいいですよね。かわいい、このサイズ感。はい、実はここ猫ちゃんが出入りできるようになってまして、はい、でこちらの、はい、扉を開けますとトイレになってるんです。はい、私だけちょっと入りますね。1畳のトイレですね。こんな感じですね。はい、ニッチもついてていい感じのトイレです。はい、シンプルなんですけど可愛いトイレに仕上がってますね。はい、反対側に、はい、私ちょっと入っちゃいますね。はい、こちら扉がついてまして、はい、収納になっています。いいですね、トイレの中に収納があるとストックがたくさんできそうですね。そして、はい、実は下水に強い床材がそのままつながっていて、はいはい、先ほどのくるっと回るとここですね。はい、穴につながってます。じゃあ猫ちゃんの可愛い手を置く場所になってます。おお、素晴らしいですね。実際に囲うとこ見てみたいですね。確かに、こんな感じでいいですね。皆さんいかがだったでしょうか。今日は猫ちゃんと暮らすお家をご紹介させていただきました。今回のお家は玄関から直接行ける家事楽動線ですね、はい、を盛り込んでいただいたり、あとは素材も色を統一していただいてまして、テーマカラーとしてグレーやシルバー、ブラックですね、で差し色でモスグリーンなど入れていただきました。全体的に無骨なイメージ、シンプルなもともとお家に仕上がったと思います。この他にも YouTube でたくさんお家のご紹介させていただきますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。でその他にも Instagram や TikTok ですね、お家のご紹介させていただいておりますので、ぜひそちらもチェックの方よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは次回の更新をお楽しみに。よろしくお願いします。さよなら。玄関になります。はい。2、1。これ床ですね。はい。こちらですか。はい。2、はい、床は冷蔵庫ですね。はい。冷蔵庫置くところになってるんですけど。1。はい。こちらが素材館ですね。素材もランドリールームですね。はい。ランドリールーム兼脱衣室になっております。1。パインの、標準のパインの木材に。確かに。今回床ですね。はい、こちらですね。こちらの扉、お部屋、塗り壁をする、塗り、ちょっとさ、背の高い窓を横長の背の横長の目線が気にならない横長の窓を、めっちゃ緊張してる。グレーやシルバーとか、グレーとか、はい、今グレー2回言ってる。グレーとかシルバーとかグレーって言ってる。黒って言ってる。言ってない言ってない。じゃあ